さんはこんばんちはです、パパセです。今日は200系ハイエースさんのフロントのブレーキパッドの交換方法、社長にやっていってもらいたいと思います。お願いします。で、ブレーキオイルははい、あ、ここやな、はい、肩は完全に減ってないから、うん、これぐらいだとちょっと多いかなっていう感じ、うんうん、まあ、もうちょっとこの下ぐらいがいいね、口の下ぐらいやったら、はい、まあでも今回はこれでいくぞ。はい、やっていきまーす。逆で、あ、ありがとう、ここ、ね、うん、はい、14、反対側この下が14、これね、見えてたな、多分今、まあ、これはこっちから見たいな、見えてるね、見えてるかな、これでいけてるかな、はい、すまへんね。まあ、一回ちょっとこっちでパカッと開いて、ホースの余裕あるから、うん、ダッカーだけ外して、はい、で、締めるときはここ17で、うん、固定せなくて、ダブルで、ね、下からね、これな、うん、一緒な外すのは、いけると思うね、はい、あ、言わせた、あらかじめ清掃してます、うん、はい、清掃してます。まあ、ハイエースケープは粉でいいからね、あ、そうか、で、余裕があるし、はい、で、まあ、こういう感じで、うん、ちょっと、はい、で、かけっといし、はい、キャリまあ、こっち前側は減ってるけど、うん、後ろ側はまあ半分ぐらいあるからね、はい、片ベリヒットすんねやから、うん、うん、まあ、でもこうなったら変えた方がいいですね。そうそうそう、で、まあ、はい、ちょっと、うん、こういう感じ、はい、よし、はい、頭やったらこう上からめくってピピピはい、あ、オイル用ついてる、はい、これでシムですね、ついてるシム清掃していきます。で、パチッとはまるように、まあ、緩かったらね、うん、あえてこう縮めたら今度入れへんとか、うん、余計曲がるとかなれへんね。うまい具合にね。あんまり気持ちいい。気持ち。これでも結構硬いやん。びっくりしたわ。なんか結構硬いやつな。してんかなんかじゃ。あ、そうなんや。びっくりした。あのロードスターのやつやった時。ああ、硬い硬い。めっちゃびっくりした。それあんまりやりすぎたらこう炎上に曲がるから。うん。そうなれへん。はい。両方とも2枚ずつですかね、ついてます。この後ろのパッド側が、うん、このナキのやつ下にね、はい、パポッと取れるはずだが、うん、スライドなのか、ここクッと引っかかってるから、あ、そう、こうしたらポコンと取れるはずやねんな。お、来た来た、ほんまや、なんかちょっと引っかかってるとこあるで、はい、引っかかってました、何もついてませんでした言って、ちゃんとマーキングがあるから、はい、清掃したりとかしたらあかんね、綺麗になってる方で分からなあかんからな、そうそうそう、ちょっとだけ締めてもって、はい、こうついてますよっていうね、うん、ついてます。そしたらサキちゃんみたいに反対行くで、あとサキさんにつけたりとかまあそうなれへんよね、まあ、はい、向きはしょったわけね、うん、で、まあサキどうしようかな、ピストン縮めようか、行く、はい、このピストンを縮めていきます、うん、どう取るんが正しいのか、うん、まあ、なんでやこう出てんのが分かるようにとか、まず軽い、はい、あまり重かったら、うん、あかんで、うん、オーバーホールせなあかんねやな、そうそうそう、まあ、動画を撮るためにオーバーホール何回もせんでもええしなそれはええよで、ここでちょっと、はい、あのオイルの量見てきて、お、あ、これ、あ、もう今マックスのところやな、はい、で、まあ、軽く止まったところで、はい、
こ。これで、うん、こんな感じでピストンがね奥に入って、でここのブーツが飛び出してないかどうかだけ、うん、はい、綺麗に。これちょっと飛び出してるな。あ、出てるわ、ほんまや。めっちゃ多かった今。こう見たらわかるかな。ほら、わかる？半分出てる。まあ、ちょっと外すわ。オッケー。こうするね。うん。まあ、これはエアが噛んでないから、はい、この溝に、あ、エア噛んどんだ。エアの時は絶対内からね。はい、で抜いたら、ね。あ、入った。入ってるよ。おお。もうちょっとエアがあるから、うん、内側から抜いて入れちゃうと。そうそうそう。おー、あ、オッケー。まあ多少は入ってもいいかもないね。このピストンよりこのブーツが出ないっていう、ね。はい。オッケー。これで。これあの押しちゃらんと抜けへんやつがあるから。あ、そうなんや。そうそうそう。押したら、ね、抜けてる。あ、ほんまや。ちょっとこの。量が少ないときに、あ、でもうちょっとこれ先にしとこうか。ここ、はい、清掃して、はい、でこの垂らしてる人おるけど、うん、キャリパー結構重いから、うん、あの垂らさんように気をつけて、ホースが何年か後に買える人やったらいいけど、うん、買えへん人は絶対にホース、うん、この付け根に切れてくるから、うん、あとこれもやな、このゴム、うん、このゴムな、トヨタ多いな、うん、ジャタ出たりとか、うん、ガタガタとか、でここまあスムーズに、はい、あんまり入れすぎたらここで適度適度、まあ車検まで持つようにね、はい、まあ次のパッド交換まで経験もあるけど、うん、入れへんやつね、うん、下のさっきのボルトですね、入れてもらって、この柔らかい方のグリス入れます。一緒、うん、多分社長ここに入るように入れてくれてるから、奥の鉄のところにね、でブーツに入ったな、優勝この溝があるから、うんうん、溝に持って持って、はい、で回しながら入れて、はい、うん、よいしょ、オッケー、これで、うん、これでまあ縮めたしグリス入れたしっていうね。次は、うん、新しいパッドの方です。硬い方のグリス、はい、硬い方柔らかい方って言われても困るやろうけどな、みんな硬い方のグリス、まあ、このシムいうかこのプレートに塗るグリス、うん、はい、これをつけとけ、先止め泣くやついつも言うてまほまや、泣くやつな。このパッドが減ったときに、はい、チッと言うように、で、チッて言う、うん、カチッて言うな、チッて言った、うん、で、ここたまによ、うん、ここまでなくなったら、うん、あれやでって、うん、俺は前につけた方がいいねんけどな、前のが減ってるやな、そうな、前のが減ってる、だいたい今逆やな、うん、なあ、うん、なんでやねん、で届いてないとか全然無理とか、うん、な、うん、早なりすぎて、この間2000やったから早なりすぎてそうやね、まだいけたな、まだいけたな、まだいけたな、まあ、最近なんかな、結構みんなあんまりあるよな、うん、ないんかなと思ってた、かといったら逆で全然慣れへんくてさ、あーもうウィッシュとかエルグランドもやったかな、キー言うた時には終わっとったんだ、うん、カツカツキー言うてなかったんじゃん、あれあれやん、エルグランドはサイドブレーキのランプつけっぱなしになってんや、オイルの量で分かる、うん、でまあこれまあ見ながらしてるけど、はい、まあつけていってね、これでも、はい、両側ここに当たるやつですね、ここのこの部分です、両側ね、反対側も一緒、これ結構締めの向きもね間違えたりするから気をつけてください。ああ、ね、入るようにしか入れよ、うん、入るようにしか入れよそれをまあ無理やり入れる人もおるけど、ね、入れへん、もう私です、いつも交代してるやんよいしょはい、これで OK、うん、入れていきます。あのバリが出てるとかもうなんかこの角を落とさな嫌な人は、はい、はい、
ことをしてくれたらいいし、はい、まあ今のやつあのノーアスとかメタルとか、ノーアスって何？アスベストが入ってないやつ、うん、だそういう受けとかあんまりなけへんな、日産はでも泣いたな、うん泣いた、で入れるときこの下っ側にこのクッションになってるから、はい、うん、同時にちょっと押さなあかんのかな、うん、下に入れてグッと押しながら、はい、まあ後ろも一緒やわ、オッケー、見えるかな、あこっち側で、うん、よいしょ見えてんのかな、うん、まあ一緒やな、はい、下入れで押してくると、はい、これで、うん、ついた、でまああそれでいい、僕、うん、あれの場合はこの鏡で、はい、しっかり、うん、見てもらってちゃんと入ってるかな、うん、つけたやつが落ちてないか、はい、うん、OK、はい、まあ、こっちは見えるかな、危ない、はい、でここグリスさしてるやつをちょっと循環させて、うん、はい、このブーツ奥まで入れてエアー抜いて、うん、でこの前側はギリギリに合わせたら、はい、裏はほらこのピストンは、あ、ほんまやほんまやほんまや、うん、でこいつね入れすぎたらこいつが奥まで入れへんから締められへんみたいな、大変です、で、うん、まあ、これネジつける前にパッドがこっちからまず、うん、ちゃんと入ってるかと、うん、でパッドはパッドローターの方に行ってるかとか、逆さつけてないで、こっちはまあこの横から多分見えたと思う、はい、パッドのな、うん、見えてる、あの黒いのね、うん、黒いのですよ、そうそう、ちゃんと鉄側がこっちになってないかとか、まあ見てもらって、はい、もう簡単に言ったらな、ついてたようにってなんねんけど、でまあはい、閉めるときは、こっちは確認です、こっちは閉めるんじゃなくて詰まってるかなっていう、はい、オッケーで、うん、これ今この遊びがあるから、はい、遊びがあったら、うんうん、エンジンかけてすぐバッと出動したらスコッとエンジンが、うん、あのブレーキが効けへんときあるから、危ないで、はい、だからそんな時はそうそう、だから両方変えて、はい、バーッとこれギリギリやとするやんか、うん、でも遊びの分を踏んでピストンがちゃんとパッドに設置してきたらだん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 減ってくるから、はい、その減った分の量まで計算して、うんうん、多分まあちょうどぐらいだと思う、ブレーキ何回も踏むんです、うんうん、これ左右、はい、交換してからね、交換してからね、うん、左右交換して終わりました、ブレーキ何回も踏んで量調節見てマックスで、うん、それでまあだからフロン、これはリアライニングやから、うん、フロントブレーキを変えて、はい、ま、皿の状態でマックスね、オッケー、まあこんな感じで今日はフロントパッドやっていきました、よかったら皆さん作業の参考にしてください、お願いします、ではいいねとチャンネル登録お願いします、他の動画も見てね、バイバーイ。